はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。1時40分ですね。2月28日のですね、ウェンズデーでございまして、まったりとしています。1時40分日が照ってまして、今日はいい感じですよ。この日は21度、30分ぐらい前に暖房切りましたね。もうこれ暖房いりません。21度だと、このまま夕方まで行くんでしょう。さて、マーケットはと言いますとですね、日経平均はですね、動きなしですね、マイナス11です。で、上海はマイナス20で、今お昼休みですね。はい、香港はですね、香港ハンセンはもうお昼休みですか、マイナス45ですね。まあまあ、まあ動きなしと言っていいでしょう。ドル円 150.62 と若干円安。ドルウォンはうにゃうにゃ。1335.68。さあ、本題はこれです。ブルームバーグで今日のですね、2時13分と言いますか、未明に出た記事ですね。オフィス不動産を1ドルで売却。年金基金が映し出す投資家の不安というタイトルでして、何と思いますね。カナダ最大の年金基金、オフィス不動産のエクスポージャーを削減。エクスポージャーっていうのは、何と言いますか、物件ですね、簡単に言えば。物件であったり、ファンドであったりという、まあ、いわ価格が流動する資産というものでして。まあ、国債とかはね、あんまり流動しないでしょ。債券も流動しないですけども、株は流動しますし、不動産も流動しますね。それをエクスポージャーというそうでございまして、最近使われ出した言葉ですね。もう新しい言葉使わんといてなんて、一時勉強すると大変やね、こっちは年寄りやし、ほんまに。CPIB の不動産ポートフォリオは、4.6 兆円規模、市場に影響って、これはカナダの年金基金ですね。カナダの年金基金は世界有数の不動産投資家として知られ、その動きは世界中の年金基金にも影響を与えてきた。しかし同国最大の年金基金は今不動産分野で最も苦境に立たされているオフィスビルに対するエクスポージャー削減を進めている。要は売却しているということです。そうか、キャイのね。カナダ年金制度投資委員会 CPPIBは3軒の不動産持ち分を割安な価格で手放した。バンクーバーのタワー2と南カリフォルニアのビジネスパーク、マンハッタンのプロジェクト、マンハッタンの再開発プロジェクト、だ。このうちマンハッタン物件はわずか1ドルという驚くべき価格での売却となっている。これね、なぜ1ドルなのかっていうのをね、この後の記事をずっと読んでいってもようわからんのですよ。再開発プロジェクトということはですね、その参加をしていたわけですね。で、権利があるわけですね。再開発ができた場合に、その持ち分の何十パーセントかを持つという多分権利だと思うんですね。で、それを1ドルで売るということは、その権利いらんということですね。で、実はそういうのってですね、最初にじゃあ最初に2億入れてくださいと。で、次この段階で20億入れてくださいと。で、最後の段階で15億入れてくださいと。そういうふうなシステムになってるんだと思うんですね。で、最初2億入れました。でもこれからあと35億も入れなあかんやんと。で、それでできたら持ち分もらえるけどもって、その持ち分がうまく運用できないんちゃうかというふうに考えたんですね。多分ね。以下全部私の想像ですよ。以下以上全部私の想像です。で、今この2億をですね、手放してもですね、こんなん、権利を得るよりもええんちゃうかと。つまり全部で37億円の投資をしても、37億円の投資をしても、それに見合ったリターンは得られないから、今のうちこの2億の損で切っておこうと。いうことで、それをもうタダであげるというふうにしたのかな、という気がします。懸念されるのは、商業不動産市場の混乱から脱出したい他の大口投資家がこうした取引に追随しかねないことだ。CPPIB の動きはオフィス不動産への信任票とは真逆だ。と BMO キャピタルマーケットで不動産企業を担当するアナリストのジョン・キム氏は指摘。私の懸念は次に誰が動くかだと語った。
ここでね、用語が変わってますね。今まで商業用不動産という言い方をしてましたけども、日本語訳はオフィス不動産に変わりましたね。こっちの方が正確やと思います。日本はオフィスビルという言い方をしますけどもですね、オフィス不動産、商業用不動産と言ってるんだ、言ったの、多分直訳だったんでしょうね、商業用って。マーチェントなんたらとかっていう、そういう言い方だったんでしょうね。これをオフィス不動産に変わってまして、まあそれはいいことだと思います。用語が変更されました。オフィスビルをめぐる懸念は金融業界全体を覆っている。リモート勤務の普及と借り入れコストの上昇により、もともとは優良な投資対象だったオフィス不動産の経済的ファンダメンタルズが損なわれているのだと、まあ、簡単に言えばですね、確実に賃料を生み出していたのがですね、それはどうもやばいでということになっているということですね。実際にオフィス不動産がどの程度の価格で取引されるかが今後の試金石となる。だが金利が上昇し始めて、こうした取引の例は限られている。どういうことかというとですね、日本だと今ですね、山手線の内側のピカピカのオフィスはですね、まあリートが持ってるのが多いんですけども、だいたい 3% で回ればええやんという感じになってます。つまりですね、100億円かけたオフィスにですね、年間3億円の賃料が入ったらええやんというふうになってるんですね。ところが今アメリカという国はですね、国債を買っておけば 5% で回るんですよ。5.5 かな。そしたら、値下がりリスクのあるオフィスを買って 3% もらうよりも国債購入じゃええやんというふうになりますよね。で、そうなるとですね、どうなるかというと、オフィスビルのは魅力を増すために 3% ではなく 6% や 7% で回さなあかんわけですよ。6% で回さなあかんということは、こう100億円がですね、60億や70億にならないとですね、6% で 7% にならないということなんですね。利回りというのは。とすると、その分が値下がりしてるということです。はい。で、しかもですね、金利上昇とともにですね、テレワークというのが普及しましてですね、企業はですね、マンハッタンの真ん中の便利なところにでかいオフィスを借りなくても良くなったんです。つまり、お前ら家で仕事せえということでも OK で、たまに来て会議をするスペースとかですね、ですね、何かで集まって何かをしなければいけない時に、こう集まれるだけのスペースがありゃいいということになると、オフィス需要も減退すると。とすると、さらにオフィスの価値が下がると。となるとですね、今までオフィスに投資してきた人たちがですね、逃げ出しているというのがこの話でございまして、このニュースもその一つです。あかんでアメリカの不動産と。これ実は日本でも同じようなことが起こっています。ところが日本は金利がもうゼロに近いわけでして。だからですね、3% でも取引ができています。さらに言えば日本はですね、テレワークはたまら持ってこいという企業結構多いんですよ。結構多いんですね。となるとですね、オフィス需要の減退というのは起こっているんですけども、アメリカほどですね、ビビッドではないというわけですね。ドラスティックじゃないわけですよ。だからですね、まず最初にアメリカの商業用不動産、いわゆる、もう言い方変わりましたね、オフィス不動産の価格は今、だだ下がりなんです。で、これはアメリカの話だけちゃうんですね。実はそのアメリカのオフィス不動産に韓国の銀行がいっぱい投資をしていたりするんですね。その韓国の銀行がですね、およそですね、何兆かというですね、円にして1兆円ぐらいの損失を出してるんですよ。何兆かでね。で、これはですね、彼らの経営体力を著しくそぎます。で、昔思い出してください。2007年にですね、サブプライムローン問題というのが起きました。つまりですね、担保価値を失ったですね、住宅がですね、大量のその、なんて言いますか、不良債権化しましてですね、そこで金融機関が損失を出してですね、最初にパリバ証券がですね、デフォルトを宣言して、その翌年1年後にですね、リーマンブラザーズがですね、パリーンと飛んでしまいました。ここからですね、怒涛のごとく世界金融恐慌が始まったんですね。あの時ですね、日本ではですね、派遣村なんてできました。派遣切りなんて言葉がありました。もう十数年前のことなんで、忘れてる人もいるかもしれません。15年前かな。なんで、あれはですね、サブプライムローンから始まったんです。つまり、低所得者向け住宅へのですね、住宅ローン。これがですね、その細分化されてあちこちに細切れされていろんなところにつけられて売られていたわけですね。再販されていたわけです。今回ですね、サブプライムよりももうちょっとでかいマンハッタンのオフィスビルなんですよ。これはね、多分サブプライムよりも大きいんちゃうかと。
で、マンハッタン泣けちゃいますからね、このオフィスビルに、オフィス不動産全部にいるところなんですよ。アメリカのオフィス不動産です。で、ここにいろんなお金が、世界の金融のいろんなお金が集まっていて、それがどん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 毀損してるわけですよ。ほんで、カナダの年金基金は、こんなあかんって言って、とりあえずって、もう捨て値で、捨て値というか、もうタダでくれてやるって撤退してるんですね。さて、これから何が起こるんでしょうかという問題でございますね。考えましょう。はい。このブルームバーグの今読みましたですね、ページのアドレスを貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。